心が広いですね。ザ王子なんで。ちょっと決め顔が出ましたね。もし自分の企画が実現したら本当に夢みたいです。ご家族などの反応はいかがでしたか？家族の反応、うん、毎週やっぱり見てくださってる。見てると思います。あんまり連絡とか取ってない。僕から連絡をすることがなくて、向こうからこうたまに来るんですけど、あのワクチン打ったかっていう話しか来てないと思いますね。あれ、ドラマの話は？ドラマの話はあんまり来てないので、もしかしたらハマってないのかもしれない。やっぱね、親はやっぱね、子供の恋愛をこうねまじまじと見れないもんですから、はい、はい、照れくさくて送ってこれてないと僕は思ってますけど、はい。何時間でも人を待てる。え、じゃあデートに女の子が遅れてくる、で連絡もつかないみたいな状態でもずっと待てる。何時間でも待てちゃいますね。喫茶店めちゃくちゃ好きなんで、喫茶店で時間潰してちょっと不機嫌な状態で会うっていうのをやりますね。でもやっぱちょっとイラッとは来るんですか？もちろんもちろんもちろん、人間ですから。でも何時間でも待てる精神力というか忍耐力は持ち合わせてます。すごい、でも心が広いですね。ザ王子なんで。ちょっと決め顔が出ましたね。